はい、皆さんこんにちは、トリスーです。今から山本先生の指導を受けに行ってきます。今日教えていただくのは男性にやってほしい胸トレです。ぜひ参考にしていただければと思います。それでは行ってきます。まず下ろす角度なんですが、はい、一番下に来た時のこの肘の角度ですね、はい、一番下に来た時に前腕が地面と垂直より外側、うん、これが垂直より内側だとプレッシングになる、はい、垂直より外側だともうダンベルフラ、はい、でこの時にダンベルを下ろすというよりは肩と肘を一緒に下に落とすですね、はい、でこの時に肘は張らないでいや閉じ気味、はい、でこの状態で上げながら小指同士を近づけます、うん、まあ、こうすることによって腕が少し内転方向に動きますので、うん、そうすると胸の下輪郭に効いてくる感じですね、うん、ですのでこのここから垂直に上げるというよりはちょっと足の方に上げる、うん、うん、はい、もっと肘を曲げちゃっていいです、はい、で、あと肘を一緒に下ろしてこれぐらいの位置で上げながらこの向き、はい、で、グリップは小指をしっかり握って人差し指はちょっとこう抜く感じですね、はい、ストレッチかかる、うん、肩と肘を下げてか、うん、結構下の方なんですね、うん、もうちょっと肘曲げちゃっていいです、そうです、はい、これぐらいです、うん、そうです、はい、はあ、めっちゃストレッチかかって気持ちいいです。普通にこの肘開いて下ろしちゃうと、うん、かなりここばっかり伸びる感じですので、ね、ちょっと肘を曲げて肘を下まで下ろすと大体筋が伸びてくると思います。伸びるやってみましょう。はい、おお、もう落としていくんです。そうです。あー、すごい、めっちゃ伸びる、ね、うん、つくくらい、3つつくくらいですね、可動域が一気に違うと思います、広がります。そういうベンチでやって慣れてきたらハーフパイプ使ってたという感じですね、うん、確かに、なんかあった方が安定感ある、伸びる感じと、なんか肘下ろす位置が左右で揃うからやりやすかったです、うん、これはひねらないで逆に親指同士で
親指を作る。で、今度は人差し指、中指の方を持って小指を抜いて、この下ろすときにこう肩と肩甲骨を下げる。肩甲骨を下げる位置です。下げながら下ろして、肩を下げる位置です。見ながら下げる。このときにはこれ。肘が落ちてきますね。ちょっと張ってください。はい。そうっす。ああ、うん、すごい。三角筋の全部とかも結構伸びてる感じです。うん。効いてればいいですね。三角筋よりもここを伸ばすんです。うん。腰反りすぎてたか。今度、はい、この角度のまま上げてみましょうか。こうですね。そうです。この肩には来ない。ああ、本当だ。あ、よし。はとか意識しやすくなるそうです。ちゃんとこれやっとくといいですね。これめっちゃいいですね。あ、すごい。肩に効いてしまうようであれば、うん、まあ、逆派でのまま、うん、肩ではなく大胸筋がちゃんとストレッチされれば、うん、派で、うんうんうん、これ結構骨格によるものなんですか。これはもう筋肉量ですね。三角筋と大胸筋の上部どっちが多いかにも変わってくると思います。三角筋が大きい人は結構肩に効きやすいですね。効きやすいから、そっか。で、胸筋がそしたらこっちで逃がしてあげた方がいいんだ。これを挟んで、はい、肩を落としてそうです。よし、あ、4キロでもめっちゃ効く。これはギロチンベンチプレスって言いまして、高重量でやるとあんまり肩に良くないんですけれども、ある程度軽めの重量でやる分にはとてもいい種目ですので、ちょっと狭めですね。ここより少し外側に人差し指を振るようにして、でバーの真下に鎖骨で肘を張りながらギリギリまで下ろして、肘を絞り込んで、肘を張って下ろして絞り込んで、うん、もう少しだけ広く、はい、はい、で、そして肘を思いっきり張りながら下ろして、そうです。で、肘を閉じ絞り込みながら下ろして、そうです。はい。
これ胸筋中真ん中とこれは上部狙いなんですが、どうでしょう、あんまり上に引いてる感じしないですか。ちょっとなんか肘が反転反転やかな、多分それが下手くそなんですけど。逆にですね、リバースの方がもっと上に行っちゃいまして、バーの真下に水を落ちる、もうちょい上です。はい、これでリバースで広く持ってみます。はい、これでやってみます。はい、持ち上げて肩甲骨を取って、これでプレスしてみましょう。そうですね、胸の筋肉がなさすぎるんだと思います。よし、これ全然めっちゃしんどい。スミスだと安全なので。そうですね、フリーだとちょっと危ないですけど、落ちちゃう可能性があるんで。フリーだとできないかもので、これダブルとかで練習するっていうかもありかもですね。そうですね、この位置で、でこれは内転、意識は内転ですね。内転で下の方で頑張って、で肘は曲げながら下ろして、下げながら伸ばして収縮させていきます。はい、下の方で下ろして、これも小指同士を、そうです、この辺から、はい、でそうです、もうちょっと離して、この辺で合わせる、はい、そうです、あもうちょい離して、あそうです、うん、そうです、ナイス。よし。日々ガクガクする。よし。大胸筋下部に効いてる感じがあればいいんですが、どうでしょう。ちょっと前傾してもいいですか。はい。下部なのかな、これは。下部、下部だ。はい。下すぎるので、この辺を広げてみましょう。はい、この辺です。あ、そうですね、その辺で合わせるんです。小指同士、そうそうそう、もうちょい下ろして、はい、収縮してる感じは、はい、肩甲骨がなかなか外転しないから、多分 OK です、一回下ろしましょう。こう肩甲骨広がってるので、これも置いてみましょう。はい、でちょっと何も動かないでやってみましょう。はい、こうですね、できるだけ肩を前に出さないで、そうです、そういう感じで、うん、この動きでやってみましょうか。結構水平気味、これも少し、もうちょっとだけ下で合わせる感じ、そうです、
と戻してみましょう。戻してストレッチ、ストレッチ、ストレッチ、もっとストレッチ。はい、そこからです。ストレッチ、ストレッチ、ストレッチ。で、肘を伸ばしておきます。伸ばせ。曲げながら下ろしてストレッチ。はい、伸ばします。うん、伸ばしょう。今度はインクラインのフライをケーブルで。はい。で、インクライン。これはこの辺で合わせる。で、この辺で上げてみます。はい、OK。 ちょっと休んでもう一回やりましょうか。はい、OK です。はい、ありがとうございます。これはやばい。ありがとうございました。あ、勉強になりました。